ります。次は南伊豆に停車します。お待たせいたしました。本日は熱海ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。このロープウェイは現在日本一短い観光ロープウェイとして知られ、全長300メートル、高低差100メートル、秒速 2.5 メートルで走行し、山頂駅までの所要時間はおよそ3分でございます。進行方向左手に見えてまいります、大きな建物が熱海最大級の複合リゾート熱海ベイリゾート後楽園でございます。また街並みに深く入り組んだ海岸線が人工海水浴場熱海サンビーチで、お宮の松をはじめ向かって左手の方向にムーンテラス、渚親水公園と続いて熱海の名所となっています。これから案内いたします山頂展望台は、熱海市内はもちろんのこと、真鶴半島、初島をはじめよく晴れた日には伊豆大島、三浦半島、横浜ランドマークタワーまでを見渡せる熱海随一のパノラマ展望台となっております。また山頂展望台にはお二人の愛の絵馬に託す恋愛成就スポット愛情岬や、ソフトクリームやコーヒーの美味しいカフェがございます。館内を3階まで上がりますと秘宝館入り口となっております。ユーモアの中にも愛と神秘のハーモニーを奏で、皆様を幻想の世界へお誘いする大人の遊園地熱海秘宝館をぜひ一度ご覧くださいませ。
3階玄関より外に出まして右上3分のところに熱海城トリックアウト迷宮館がございます。まもなく山頂展望台に到着でございます。往復乗車券はお帰りの際にお切りしますのでなくさぬようにということでございます。
上がりください。This is the KOI train for Tokyo.
まもなく上野です。山手線、京浜東北線、常磐線、地下鉄銀座線、地下鉄日比谷線、京成線はお乗り換えます。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。上野の次は終点、東京です。We will soon make a brief stop at Koei. Passengers changing to the Yamanote Line, the Keihin Tohoku Line, the Choban Line, the Ginza Subway Line, the Hibiya Subway Line, and the Keisei Line. Please transfer at this station. The stop after Ueno will be the Tokyo Terminal.
から回送電車発車をいたします。 ラジオ内、松田内、京成、桜、終点京成成田の線に停車をいたします。成田線ポイントでございますが、かつて途中の京成線内、雨の影響により、約5分ほど遅れをしまして、押上京成、京成線の方を走行します。 Thank you.
measure of crystal